明治末期から昭和10年代にかけ、南米ブラジルへと19万人もの日本人が移民として海を渡りました。その多くはコーヒー園で稼ぎ、故郷に錦を飾れると信じていました。しかし夢破れ、戦争で日本との連絡も断たれ、望郷の思いの募るまま異国の地に取り残されてしまいます。日本から捨てられたんです。家族と共にブラジルに渡った姉ハルは、過酷な労働の日々に追われ各地を流転、祖国に帰る日を夢見ながらブラジルの大地で70年生きていきます。日本で待っていたいの。一方、一人日本に残された妹夏は、家族を待ちわびながら戦中戦後の激動の中をたくましく這い上がっていきます。これはある姉妹の海を越え、時代を越え、国を越えた愛情の物語です。ノーサーキカザクランジ、本当にここはばあちゃんの妹の家なのか。だって交番でこの住所と名前見せたらここだって教えてくれたんだよ。あ、表札にだって山辺って書いてあったんじゃないか。70年前の戸籍だけを頼りにやっとここへたどり着いたんだ。どこかで間違ってたのかもしれないよ。そうだね、ヤマトの言う通りかもしれない。立派な家だね。あの夏がこんな家に住めるようになってたとしたら、70年もの間背負ってきた夏への辛い思いも日本に置いて帰れるかもしれないけどね。とにかく聞いてみようよ。元気でいてくれるかね。すいん、戸籍には死亡届は出てなかったんだ。生きてはいるんじゃないのか。あの、こちら山辺夏さんのお宅でしょうか。はい。あ、夏さんご在宅でしょうか。奥様は社の方へお出かけです。ご用でしたらそちらの方へ。社ってどちらの社でしょうか。
は？本社です、北欧製菓の。出直そうか。会社いてるって言うのならそこへ会いに行った方が早いよ。こんなお城みたいな家に住んでる人には簡単に愛想にもないから。けど夏はばあちゃんの二つ下だからもう78だよ。そんな会社何しに行ったんだろうね。大きな会社だね、北欧製菓って。戦争の後ポラシャを作り始めて大手のお菓子のファブリカになったんだって。こんな大きな会社で夏が来てるなんてこと分かるのかね。こんにちは、山雨夏さんって方いますか。社長をお尋ねでしょうか。あ、社長って山雨夏はこちらの会社の社長なんですか。他に山辺夏というものはおりませんが。じゃあ今夏はここにいるんですか。よかった、元気でいてくれたんだよ。会えるんだよ夏に。あの夏に高倉春が会いに来たと伝えてください。お約束なさっているんでしょうか。私山辺夏の姉なんです。もう70年ぶりにね、妹に会いにブラジルから帰ってきたんです。長いこと消息が分からなくてやっとここにいるってことが分かったんですよ。どうぞ、あの夏に高倉春が会いに来たとお伝えください。しばらくお待ちください。受付ですが、社長のお姉様の高倉春様とおっしゃる方がお見えになっておりますが、よろしくお願いいたします。今秘書室の者が参りますから。ありがとうございます。私たち兄弟もいろいろ事情がありましてね。私はブラジルで、妹は日本で、まあ私が9つの時に離れ離れになったまんま、お互い消息不明で70年も経ってしまったんです。でもね、やっと今度は帰ってこられて、帰ってきた甲斐がありました。社長秘書室の者ですが、高倉春様でいらっしゃいますか。はい、突然伺いまして。せっかくいらしてくださいましたが、社長は高倉春とおっしゃる方は存じ上げないし、何かのお間違いではないかと。申し訳ありませんが、お引き取りいただくようにとのことでございます。そんなバカな。山辺夏は私の妹で、戸籍をたどってそれで探してやっとここにいるって分かったんです。こちらの会社の社長が山辺夏とおっしゃるなら、私の妹に間違いありません。どうぞ会わせてください。会えば何もかもはっきりするんですから。失礼ですが、お人違いをしておいでになるんじゃないでしょうか。社長本人があなた様のお名前も存じ上げないと申しております。一目でいいんです。妹かどうかこの目で確かめさせてください。失礼。いらっしゃいませ。お待ち申し上げておりました。お待ちください。こちらにいらしていただいては迷惑いたします。警察沙汰になるようなことはしたくありませんから。どうぞこちらの方に。バモスボールばあちゃん、ここまで来て。バモスばあちゃん、無駄だよ。相手がはっきり違うって言ってるんだよ。僕たちがどこかで間違ってたんだ。するだけのことはしたんだ。諦めようよ。もう諦めるわけにいかないの。どんなことがあっても死ぬまでに妹に会って話しておかなきゃならないことがあるの。そのために日本へ帰ってきたんだから。失礼します。帰ってもらいました。何をどう勘違いしてるのか、社長を自分の妹だと思い込んでるんですね。帰ります。何せ70年ぶりに。